PFLP 旅客機同時ハイジャック事件は、パレスチナ解放機構の下部組織である、パレスチナ解放人民戦線が1970年9月に起こした5機の旅客機に対する同時ハイジャック事件である。事件に巻き込まれた、LR 航空のボーイング707、トランスワールド航空のボーイング707事件に巻き込まれたスイス航空の DC-8、 パンアメリカン航空のボーイング7471970年9月6日にヨーロッパの各都市からアメリカのニューヨークのジョンカイケネディ国際空港に向かった西側諸国の航空会社の4機の旅客機が1960年代後半より西側諸国の旅客機に対するハイジャック事件や旅客機爆破事件を起こしていたパレスチナのテロ組織である PFLP 率いる犯人グループに同時にハイジャックされた。これら4機のハイジャックされた旅客機が第二次世界大戦時に当時イギリスの統治下にあったヨルダンの首都アンマンから約50キロの距離にあるザルカ近郊の砂漠地帯に作られ終戦後は使用されず当時は廃墟となっていた旧イギリス軍の同村基地をそのまま転用した革命空港に向かうように命じられたことから この事件が始まった。なお、革命空港が置かれていたザルカ近郊とその一帯は、ヨルダン国内にあったものの、当時は、同国の元首である、フセイン一世国王の黙人のもとに、独自の軍隊を置き、一部地域の統治を無断で行うなど、ヨルダン国内において我が物顔で活動を行っていた PFLP と、その一派が統治しており、ヨルダン政府及び政府軍の統治は、 及んでいなかった。ライラカリド4機のハイジャックされた旅客機のうち、トランスワールド航空のボーイング707型機とスイス航空のダグラス DC-8 型機に対するハイジャックは成功し、ヨルダン方面に行き先を無理やり変更され、6日中に PFLP の別動部隊が待ち受ける革命空港に強制着陸させられた。しかし、 LR 航空のボーイング707型機においては、アムステルダム国際空港を出発して間もなく、犯人の稚拙な行動によりハイジャック活動が行われることが、事前に一部の乗客や客室乗務員らに喚起された上に、ハイジャックを警戒して、常に同乗していたイスラエル警察の私服警備員が、客室乗務員からの通報を受けて二人のハイジャック犯のうち一人を射殺し、残る一人も、 飛行機の機内における銃撃戦の末に乗客や乗員らが取り押さえ、その後ロンドンのロンドンヒースロー空港に緊急着陸したことにより失敗に終わった。さらにパンアメリカン航空のボーイング747型機もハイジャック後になろうボディの他の機種に比べて機体重量がかさむために滑走路が舗装されていない革命空港に着陸できないと判断されて運航乗務員の判断で エジプトのカイロ国際空港に向かった。そこで乗客乗員を解放した後に爆破され、その後犯人グループが投降しただちに現地の警察に逮捕されたことで失敗に終わった。なお、LR 航空機の犯人グループ二人のうち生き残り、捕らえられた一人は、九百六十九年八月二十九日に発生したローマ発アテネ行きのトランスワールド航空八百四十便ハイジャック事件の 成功により、PFLP の女性テロリストとして、世界的に著名になったライラ・カリドであった。また、射殺された、もう一人も、ニカラグアの反政府ゲリラ組織で、PFLP と協力関係にある、サンディニスタ民族解放戦線のテロリストとして、世界的に著名な、ニカラグア系アメリカ人のパトリック・アルゲイロであった。英国海外航空のビッカース VC-10。 アンマンのインターコンチネンタルホテル爆破の瞬間、爆破された英国海外航空のビッカース VC-10 とトランスワールド航空のボーイング707ハイジャックが成功し革命空港へ強制着陸させられたトランスワールド航空機とスイス航空機の機体には PFLP の文字と標語が書き込まれた。その後、人質のうちイスラエル人とユダヤ系、西ドイツ人、イギリス人、 アメリカ人、スイス人と2機の乗務員を除く125人は、PLO 及び PFLP の手によって選別され、翌9月7日に、アンマン市内にある、パンアメリカン航空が経営する、インターコンチネンタルホテルへと移送され解放される、こととなった。その後の9月9日には、バーレーン発ベルート経由ロンドン行きの英国海外、航空775便も、 同じく PFLP 率いる犯人グループにハイジャックされて他の2機と同じく革命空港に強制着陸させられ乗客105人と乗員9人が人質にされた。PFLP は革命空港周辺に集まった世界各国のメディアに対してパレスチナ問題に対する自らの主張を述べた上でイスラエルや西ドイツ、スイス、イギリスなどの西側諸国に捉えられている。 PFLP メンバーを含む同胞の解放を要求し、要求が聞き入られない場合は、人質もろとも航空機を爆破すると通告した。これに対して、スイスやイギリス、西ドイツの各政府は9月8日には、PFLP との交渉を開始したが、PFLP の存在を公式に認めていない。 イスラエル政府は交渉のテーブルにつくことを拒否したためにイスラエル政府の事実上の代理として国際赤十字委員会らが PFLP との交渉に当たることになった。また、自国機をハイジャックされたアメリカ政府はリチャード・ニクソン大統領やヘンリー・キッシンジャー国務長官の指示の下、地中海に展開するアメリカ海軍の第6艦隊やトルコのインシュルリック空軍基地に 展開する航空部隊を臨戦状態に置いたことをあえて発表し、PFLP に対して軍事的統括を行ったが、実際には攻撃を行わなかった。同時に、フセイン一世国王の庇護下で安慢に活動拠点を置いたものの、ヨルダン国内で軍事的行動を含む好き勝手な活動を行った挙句、このような世界的に問題となるような行動を起こし、 結果的に、ヨルダンを窮地に落とし込んだ PFLP と PLO に対して激怒したフセイン一世国王が、これまでの態度を一変し、ヨルダン陸軍と国王守備隊を中心とした軍隊を革命空港の周辺に配置し、PFLP に対して軍事力を背景にした交渉を行った。なお、9月11日には残る人質のうち女性と子供を中心とした一部が解放され、 先に解放された人質たちと同じく、アンマン市内のインターコンチネンタルホテルへ PLO 及び PFLP の手により移送され解放されたが、イスラエル人及びユダヤ系の人質と乗務員の計56人は政治的な側面から解放されなかった。その後も国際赤十字委員会のみならず、ヨルダンやスイス、アメリカやイギリスなどの当事国や PFLP の実質的な 貢献人であるシリアやソビエト連邦政府まで巻き込んだ交渉が行われた結果、9月12日に人質の解放と同時に各国に収監されている PFLP の活動家と LR 航空ハイジャックの実行犯が釈放されると発表された後に残るすべての乗客、乗務員が解放された。人質は無事に解放されたものの、その後イスラエルと 国際社会の対応に対する抗議として革命空港に強制着陸させられ中期していた3機の旅客機が各国のメディアの目前で次々に爆破された。その瞬間の映像は世界各国で繰り返し放映され、1970年代に起きた一連の PFLP によるハイジャック活動、そしてパレスチな解放運動そのものを象徴する。 映像として長く記憶に留められることになる。ハイジャックされたアゲク3機の旅客機を爆破され、乗客と乗員を長時間拘束された結果、当時の日本円で約180億円の大損失となり、航空会社と保険会社にとっては悲惨な事件となった。解放された人質を見舞うヨルダン軍将校、PFLP の兵士最大の被害国だったイギリスとスイス領政府は、 旅客機をベールと都会路の両空港を避ける航路を定め、アメリカ政府も9月12日から海外便に重装備した二人一組の警備官を搭乗させる対策を取った、軽度の被害国だったフランスやスペインでも空港に金属探知機を備え付けて乗客の武器を搭乗前に摘発するようにした、同時ハイジャック事件は解決したが、 フセイン一世国王の黙認の元ヨルダに活動拠点を置いていたにもかかわらず、王政を否定するマルクス・レーニン主義を標榜し、社会主義革命によるパレスチナ解放を目標と称して、ヨルダン国内でも反王政的な態度を取り続けた挙句、このような事件を自国内で起こした PLO 及び PFLP に対する怒りが収まらない、フセイン一世国王は PLO 及び PFLP を 自国内から排除することを画策し、9月14日にヨルダン全土に戒厳令を敷いた。9月17日にはヨルダン陸軍とベドウィン部隊を中心とした国王守備隊が首都のアンマンに進出し、事件発生以前よりアンマン市内の一部を占拠していた PLO 及び PFLPA の攻撃を開始したことで、ここにヨルダン内戦が勃発した。その後両者の戦闘は、 ヨルダン各地に波及し、圧倒的な軍事力と国民からの支持を持つヨルダン軍に対して PLO は配送を重ねる。しかしこれに対して、かねてからヨルダンと対立していた上に、PLO 及び PFLP に対する支援に、積極的な隣国のシリアのヌーレティーン・アルアターシー大統領が陸軍部隊をヨルダン領内に侵入させたことなどを受けて、ヨルダン国内は、 混乱状態に陥った。このような状況に対応して、アメリカは再び空母を中心とする艦隊を地中海のイスラエル沖に派遣し、ヨルダンとフセイン一世国王を援護する姿勢を見せるとともに、シリアを牽制した。同時にイスラエルは陸軍部隊をゴラン高原に展開し、シリア軍に対しての警戒を強めるとともに、シリアに対し、 プレッシャーを与えたが、両軍ともに戦闘を行うことはなかった。ハーフィズ・アル・アサドその後、ヨルダンとシリアによる全面的戦争状態への突入、イスラエルとシリア間の海戦というような事態への拡大を恐れたアメリカやソビエート連邦の意を組んだエジプトのナセル大統領がヨルダンとシリア、PLO の仲介に入り、その結果、PLO の受け入れを表明したレバノンへ PLO が本部を移転させることに合意したことで9月27日に停戦となった。しかし、ヨルダン及びフセイン一世国王はアラブ連盟の総意で設立された PLO を攻撃したことで連盟各国から強い非難を浴びることとなる。またこの敗北とその後の本部移転の合意を受けて長年本拠地を置いていたヨルダン国内から追放された PLO 及び PFLP は その後しばらくの間活動の縮小を余儀なくされた。さらに、シリア軍の夜ン進攻時に空軍機の出動命令を拒否したアサド空軍司令官が、休戦後の11月に軍事空デターを起こしてアターシー大統領を追放した。その後、アサド空軍司令官は、シリアの大統領に就任し、PLO と対決姿勢を取ったことで、PLO はレバノンへ追いれることとなっただけでなく、 シリアという大きな後ろ盾も失うこととなった。ルフットハンザ航空機ハイジャック事件解決後に解放された人質その後、移転先のレバノンで活動を始めた PLO は、この一連の事件を黒い9月と呼び、その最大派閥ファタハが結成した秘密テロ組織のグループ名とした。その後、黒い9月は、この一連の事件に対する報復として、 1972年ミュンヘンオリンピックにおいて、イスラエル選手団を襲撃、選手団全員を殺害する、いわゆるミュンヘンオリンピック事件を起こしたほか、1977年10月13日には、ドイツ赤軍と共謀して、ルフトハンザ航空機ハイジャック事件を起こした。またその後活動を復活させた PFLP も、友好関係にあった日本赤軍の丸岡治を、 含む混成メンバーが、1973年7月20日に、日本航空機をハイジャックした、ドバイ日航機ハイジャック事件を起こしたほか、1974年にも、同じく、日本赤軍と共に、シンガポール事件や、ザイクウェイト日本大使館選挙事件を起こすなど、その後も西側諸国の航空機や施設に対する、数件のテロ事件を行っている。ありがとうございます。